はい、こんにちは、こんばんは、総会キクです。今回はね、久々にね、ウィニングポスト82016実況を始めていきたいと思います。今日もね、ゆっくりまったりと始めていきましょう。本日はね、ホットコーヒーを飲んでおります。暑い中ね。さて、このウィニポスト82016、久々ですね。実はですね、今 PC がね、故障中で、まあ、ウィポ2018もやれないし、チャンピオンジョッキースペシャルもやれないという状況でね、まあ、この PS4 版、PS4 をね、単体で実況を取れるんでね、まあ、それやっています。はい。2016ですね。ごめんなさい、ちょっと今寝起きなんでね、まだ頭回ってないんですけど、ね、楽しんでいきましょうよ。ね。それちょっとね、そういえば見てたんですけど、青い弾丸とか懐かしいよね、車ね。青い弾丸はね、結局ね、凱旋門賞とキングジョージは勝ててないんですよね。まあ、ただね、まあ、これ三冠馬ですしね、BC ターフは勝ってるんだよね、これもね。まあ、現在ね、12月3週なんで、有馬記念ですね、はい。まあ、それで、覚醒型なんで、もう1年現役続行できるかな、ひょっとしたらね。総賞金が53億円っていうね、なかなか、ね、馬主高校の馬ですよ。まあ、そして、成田トップロードも有馬記念ですね。カレーパンも有馬記念と。カレーパンあたりもね、これ走るまでね、大流れ馬3区でね。うん、カレーライス系やね。懐かしいな。カレー系ね。ねえ。まあ、このまま G1 参照して、まあ、殿堂入り確定までは行ってないんですけど、期待ですね。これからも走るでしょうね。まだ走るよね。覚醒型ならね。まあ、ブランシュネージュとかもいましたよね。フランスオークス買ってると、キラキラ星あたりもね、今年引退ですかね。バレシウスあたりもね、いただいた名前で、まあ、G1 2勝していると。うん。まあ、ストレートハート、クールビューティーあたりのね、牝馬勢も懐かしいです。アメージングはね、これ、ね、オグリキャップ3区の3歳馬で、これからですよね、この馬もね。うん、まだ G1 は勝ててないんですけど、まあ、かなり強い馬です、この馬ね。はい。スピード A ですね。下の周りが悪いですね。ごめんなさいね。ヒゴモッコスあたりもね、これね、期待馬なんですよね。藤木関3区でね、ダートも走ると、金引きるみたいなね。まあ、スピード判明してませんけど、相当走るでしょうね。次走はね、川崎記念予定してると思うんですよね。放牧出してますね、今ね。あと、サクッとタララあたりもね、懐かしいですよね、これね。この馬も能力あると思うんだけど、まだ G1 勝ってないと、やっぱスキアネン3区ですよ、この馬。ね、備前錦から血を繋いだね。まあ、思い入れのね、ある血統なんだけど、ね、G1 勝ってほしいよね、この馬ね。まあ、春先はね、海外遠征させたんですけど、全然結果は出ませんでした。ただ、帰ってきてから、まあ、構想はしてるんですけど、G1 には手が届かないですね。まあ、皐月賞9着か。ね、朝日杯2着と。共同通信杯ではジャングルポケットにね、勝って。うん。強い馬なんだけどね、これ馬もね。G1 取ってほしいなと。うん。まあ、あとね、ロープシーバー、ロイヤルダンスあたりもいただいた名前ですよね。マジョリティっていうのがね、これ。走るんじゃないかなと思ってるんですけどね、スピード A でパワー S ですよ。まあ、シンボルクリセウスもね、来年はだからね、欧州参加目指すと言っときながらもう続きをやってないというね、2017をやめて2018を始めるということでね、なってたんですけど、2016やめるって言ってない中やめてしまったんですよね。うん。まあ、お怒りの方もね、おられるかと思うんですけどね。それに関してはね。うん。まあ、久々にやっていきましょうよ。ちょろっとね、ちょろっとやります。はい。まあ、気分爽快あたりもね、期待してるんですよね、これもね。はい。まあ、能力判明しないと。藤木関さんか。ね、ストロベリータイムさんかね。Welcome to Strawberry Time。よう歌ってたよね、昔ね。全力前進とかね、両王者3区の白毛ですよ、これは。ただ、このままスピード C なんだよね。まあ、国内でしか通用しないと思うんで、アメリカ遠征行かせるのはさすがに厳しいですね。夢より平手地とかね。平手ゆりなさんもね、僕覚えましたよ、顔もね。平手地は欅坂やね。欅坂のトップだよね。はい。トップって言わない、センターやね、センター。
ちょっとシュボバン見てみようか。所有シュボバンね、かなりいますよね。サンデーやっぱり持ってるとお金貯まりますよね。うん、グラスワンダー、サイレンスズカ、成田ブライアン、ヨシ王者、ヨシ王者が頑張ってるじゃないですかね。まあ、このまま BC タフ勝ってるんやね。はい、あ、3頭しか棚付けしてもらえてないと持てねえな、ヨシ王者な。あ、ホワイトブラックで懐かしいな。ホワイトの中にもブラックがあり、ブラックの中にもホワイトがあるってよう言ってたよね懐かしい。4頭かあまり持てないな。ホワイトホール、ホワイトホールもね、え、ホワイトブラックは、あ、白大生の子供か。ホワイトホールは、あ、世界の始まりの子供ね。この頃の方が名前のなんかね、命名キレイがありましたね、僕ね最近もう全然キレイがないんでね。うん、懐かしいな、ホワイトホールな。リョウじゃね、リョウくんモテるんだよな。19頭に種付けしてるというねホワイトホールは、ホワイトホール6頭か。まあ、狂気とかもいましたよね。これ意外に走ったんだよね。適当に名前付けたいね、走らないと思ったら強かったんだよね、これもね。出来すぎ系をね、育ててましたよね。うん、結構ね、G1 馬そんな少ないけど、走りましたよね、出来すぎくんの子供ね。うん。あ、マツコもいたんや。マツコもね、ミスターシンデレラの子供でね。マツコは、このマツコがオリジナルかな、最初のマツコかな。2016のマツコがね、皐月賞と安田記念勝ってると、まあ、結構いい馬おるね。ナイト・オブ・ナイツとか懐かしいな。これも名付けてもらった馬ですよね。ね、これ芸人さんでナイト・オブ・ナイツっていたんでしたっけ、確かね。いや、すごい馬いるね、なんかね。この、だから2018より2016の方が、なんか、まあ、これノーマルでやってたんだよね。だから難易度ね。だから簡単だったのかな。ね。世界の始まりね。これすごい3個走りましたよね。あ、ミッキーマウスあたりもね。僕ミッキーって言ってましたよね。始めていきましょうか。はい。まあ、12月3週なんで、これ年末入るんでね。はい。まあ、一旦止めないといけないんですけど、ちょっと進展させましょうかね。はい。ネクスト。サクッとサクッとサクッとタララ。さて、高三郎。まあ、このあたりも久々にちょっとレース見ましょうか。大前走でいいですね。はい。うん、やっぱりなんか荒いんだよな、画質がな。2016の頃は画質が荒かったのかな。まあスイッチ版の方がね、画面見やすいかなっていう感じはありますけど、なんかぼやけてる感じがするんだよね、この PS4 版ね。2018ぐらいになったら改善されてるのかな。だからこの WIPO8 はね、あの2016、2017と PS4 版でやってたんですよね。2018からスイッチ版でやってますけどね。PC の方はね、ちょっとね、まだ原因が特定できてないんですよ。だから時間かかるって言われたんですけど、やっぱりね、今、お盆なんでね、お盆の時期が重なったという理由もあるんですかね、ひょっとしたらね。うん。ひょっとしたらね、特定できないということはね、修理できないという可能性もあるのかな。それだったら新品買うしかないんでね、しばらくだから、まあ、PC 買うにしてもね、すぐには届かないでしょうし、この PS4 版をやっていくしかないと、 PS4 でね、実況活動していくしかないということになりますよね。まあいったなと。朝日は気分爽快2番人気、シンボリクリスエースが4番人気、まあ、クリスエースにとっては距離が短いかもしれませんね。まあ、欧州遠征してね、 G1 も勝ってるんですけど、マイルはちょっと短いかもしれないね。うん。あとローエングリーン、アドマイヤマックス、サダムブルースカイとか懐かしいよね。サダムブルースカイって言ったらね、安倍ジョージさんがね、競馬好きの安倍ジョージさんが、なんでこんな名前
つけるんだとか怒ってましたよね。サダムブルースカイっておそらくサダムのことをね、サダムフセインと勘違いしていたんだと思うんですけど、実際このサダムブルースカイのサダムはね全然関係ないんでね、フセインと。そのネタもなんか話してたよな過去にね、うん。あ、谷のギムレットがいるんや。これレース行きましょうね。はい。谷のギムレットやっぱり強敵だよな。マイル走りますしね。ごめんなさい。切れ味があるからね、谷のギムレットはね。アーリントンカップとかもね、まあ、NHK マイルカップ勝ってますからね。あ、NHK マイルカップは負けたんだよね。3着に負けたんだ、確かね。うん、ギムレットが強敵やな。ちょっとこの距離だったら気分爽快に勝ってほしい気もするけどね、うん、気分爽快もね、いただいた名前ですよね。なかなかいい名前でね、爽快系を作ってくださいってそういえば言われてたよね。うん、申し訳ないというかね、2016やめてしまってね。そうだね、気分爽快とかだから2018でつけてもいいよね。いい名前だよね。うん、さてこれはね、いい展開になりましたよ。気分爽快だね。これ本当なんか曇ってる感じやね。こんな外出荒かったっけ。さてギムレットが外からすごい足でギムレット来たよこれ。気分爽快来てるけど頑張れ頑張れ頑張れ。やっぱ谷のギムレット外からクリスエース来たけど届かねえだろこれ。届かねえ、届かねえ、刺してくれ。ギムレット強えわ。いやこれダービーもね、ギムレットに勝てませんよこれ。勝てるのかな。鞍上誰ですかね、ギムレットの。大川ジョッキーか。大川ジョッキーって言ったら誰がモデルでしたっけ、ね、もう覚えてないな。うん、まあ、武豊ジョッキー気分爽快に乗ってたんですけど完敗ですね。うん、シンブルクリスですね。やっぱり欧州参加狙いに行きたいよな。うん、国内ギブレットのが案外強敵だったりするんでね。うん、ラストできすぎ、これネクストでいきましょうね。はい、できすぎ系ですよね。やっぱこの頃のピースホーバーの一歩は画質荒いな。2017だったら改善されてたような気もするんだけど、どうでしたっけね。2017ね、もう中古屋に売ってしまったんで。まあ、ただデータはね、残ってるんでね、2017安く買ってね、データの続きはできるんですけどね、はい。結構高く売れましたよ、だから。3000ぐらいで売れたんじゃないかな。この2016はね、ダウンロード版買ってるんで、うん。さて、クレイですね。はい。楽しみですね、有馬記念ね。青い弾丸に期待です。うん、気分爽快、早めだね。まあ、ダートもいけるんだね、これはね。はい。まあ、放牧出しましょう。まあ、クリステースもね、放牧ですね。あ、サニング出ると勝負してるんだ。勝てるやろ。ねえ。ネクスト。平手地あたりもね、これネクストできますね。飲みあぐねましたね、これもね。うん。阪神カップもネクストできましょうか。さて、有馬記念。1番人気、青い弾丸。カルパ2番人気、4番人気になれたトップロード、オペラ王がね、僕のこの2016の箱庭世界では活躍できなかったと。G1 勝ってないんじゃないですかね。まだ4勝しかしてないというね。まあ、青い弾丸が1番人気ですね。うん。エアシャカールあたりもいますけどね。うん、行きましょう。これもレースで見ようか。ね、はい。
ラッシャーがレコード持ってるんですね。29秒1と。これを破っとし。ババ、両ババ。まあ、この辺りもね、2001年かな、今な。2000年かな。レベルの高い頃ですよね。競馬人気がね、まだ熱かった頃ですよ。熱かった頃ってか、落ち始めてきた頃かな。テイムオペラ王がね、本当に一強だったんでね、シーズンではね。売り上げが伸びませんでしたよね。いつもだから、テイムオペラ王と名勝堂との2頭でね、決まってたんでね。当時だから3連複もなかったんですよね。ワイドが出始めた頃かな。ね。だから、いつもね、マレンはテイムオペラ王とね、名勝堂で決まっていて、もう全く面白くありませんでしたね、あの頃はね。うん、馬券的にはね。毎回ね、だからオペラ王と怒涛1点で勝ってる人はもう儲けまくってるでしょうね。5連続ぐらいこの2頭の組み合わせで決まったよね、確かね。ちょっと音が小さいな、これ。大宅リーバーあたりも僕は好きでしたね、富士奇跡3区のね。2年目の3区かな、大宅リーバーって言ったら。だから当時はだから僕が競馬始めて、内国産のね、芝馬の子供がね、初めてね、目にしたぐらいの時代なんでね、やっぱり大宅リーバー応援してましたね。今でこそサンデー系なんて走って当たり前ですけど、まあ当時はだからね、富士奇跡が最初だったじゃないですか。強いね。青い弾が強いわ。こんな強かったっけ。これもう来年やっぱり凱旋門賞やな。さらに強くなったわ、この馬。強すぎるやろ。2着カレーパン、こりゃ強いわ。あ、惜しいね、レコードね。コンマ1秒足りなかった。あ、オペラ王3着ですね。はい。トップロードも引退ですかね、このままね。はい。青枝が強いわ。さすが陰月の森。かかりっぱなしでしたけど、あの圧勝。まあ、カレーパンあたりもね、狭間の海岸ジムあたり攻めても面白いですよね。まあ、でも青い弾丸が海外行ってたら国内 G1 勝てるかな、カレーパンでもね。コースパいりません。表彰式は行きましょうね。はい。うん、今年は騎手大将武豊ね、うん、史実通りにね、活躍してくれてますね。あー、最優秀生産者賞は取れなかったと。もうすでにこの2016ではね、エンディング見てるんですよね。はい。ダブルゲットしてると思いますね。最優秀馬主と最優秀生産者賞ね、ダブルゲットしてるんで、エンディングは見てます。はい。おお、3年連続年度代表馬。ポイントギブ、あまりしませんね。ガリレオね、サドラーズウェルズの後継馬ね。はい。今年はだからね、競馬の調子もいいんで、久々に田畑至る加藤栄のね、血統、なんだっけあれ、シボバ辞典買いましょうかね。たまに買うんですよね、馬券の調子がいい時にね。あれ結構面白かったりするんでね、想定もしっかりしてて高級感ありますよね、あの本ね。僕は大好きですね。うん。ただやっぱり競馬勝ってないとね、なかなか高価ですから、2500円ぐらいするんでしょあれね。なかなか手が出ないというか、まあ、それぐらいね、毎年買えよっていう方も、毎年買ってる方もね、おられると思うんですけどね。はい。もちろん自分でやります。はい。お、ストームキャット系ね。ダンジグ、まあこの辺りはね、もう
すごくなりますからね。さて、ブランシュネージュ、キラキラ星あたりは引退ですね。バレシー、バレ、何言ってんだよ。バレシーズまだ走るんやね。ストレートハートも走るんだ。あ、この辺りも厳しいですよね。ロレアルダンスとか早熟ですからね。なんでやねん、もう。いまいちで、ヒドランジアも早熟だもんね。高サブロも引退。エクレールクイーンも引退やな、これな。平手地も引退だ、仕方ねえや。出来すぎもうダメだろ。うん。まあ、そんなところですかね、はい。引退させます。殿堂入り、占領役者。うん。マイルの女王。あ、ルーリーあたりもね、走らせてましたよね。懐かしいな。ルーリーも牝馬三冠馬ですよね。この馬も強かったな。あ、ウルトラ出来すぎ、初馬にあげましょうね。これもね、出来すぎ系の、ね、あの、喫水の出来すぎ系ですからね。出来すぎくん、スーパー出来すぎ、ウルトラ出来すぎね。これはもう、絶対、初馬にあげないといけません。はい。あ、山の白菊、懐かしいな。これね、最初の、初期の牝馬でね、これ馬も、あの、牝馬3冠取ったんだっけな。な、そうだよね、懐かしいな、これ馬もね。はい。何年前だ、もう。このウィポ2016からね、僕のね、あの、実況の視聴回数が伸びてきてね、もうすごいね、もう感謝してるんですよ、ウィポにはね。うん、この2016には特に、感謝してますね、うん、ブラックホーク、セインスカイ、黒船ね、アグネスサキオン、この辺りはね、もう芝生としても活躍しますからね。黒船、アグネスサキオン、ステイゴールドね、うん、うん、この頃はね、やっぱり一番競馬熱かったな。あ、マイヒンケンが品系構築、トロフィー来ましたよ。これトロフィーは、あの、映らないんだよね、確かね。うん、この PS4 単体で録画してたら、多分映ってないと思うんですけど、今トロフィー来ましたね。あ、ちょっと見たかったのに。うん、繁殖牝馬はまあいらないよな。というわけでね、あの、ここで一旦切りますね。はいはい、新年明けました。2002年1月1週ですね。まずね、2歳馬の紹介からいきましょうか。まあ、この2016年続けるかどうかね、わからないんですけど、まあ一応名前つけました。結構大変でした。時間かかりました。2歳馬ですね。まずこの馬ね。暗黒世界。まあ、馬につけていい名前かわからないんですけど、まあ、黒っぽい馬でね、あの、血統も世界の始まりの子供だったんで、暗黒世界と名付けました。はい。まあ、そこそこ走るかもしれませんね。はい。そしてこれね、絶輪ですね。いや、絶輪じゃない。絶輪ね。絶輪。可愛らしいでしょ。うん。血統はね、まあ、お母さんがワイプの女王ですね。ワイプの女王の子供なんで、まあ、絶輪。絶輪。ね、輪。なんとか輪ってよく言うじゃないですか。ね。可愛い子にね。そんな感じで、絶輪ですかね。絶輪ではありません。はい。まあ、そしてね、バラバラード。まあ、これもね、適当になんかね、花系の馬だったんでね。まあ、バラに、バラードね、付け足しただけです。そして、百戦錬磨と。ダイナークトレスの子供ですね。うん。百戦錬磨って、だから2018でも付けたいよね。ボバに付けたら、ね、結構、いい名前じゃないですかね。うん。あと、ホワイトカーペットね。この馬もね、レッドカーペットの子供なんで、まあ、白毛なんで、まあ、その名の通り、その体のね、色の通り、ホワイトカーペットでつけました。
吉王子3区なんですよね。このまま結構走ってくれそうですね。そして、まあ、カレー一族にね、マッサマンカレー。マッサマンカレーって確かカレーで、世界で一番美味しいカレーでしょ？違ったかな？うん。カレーライス系なんでね、まあ、色もオレンジでいいじゃないですか。ね、マッサマンカレー。そしてこれね、ストロベリータイムの子供なんで、ももね、もう投げやりですけど。それ今ね、最近リアルの競馬でもね、タヌキっていう馬がね、デビューしたんでしょ。初めて馬ではない動物が走るとか言ってね、なんか記事になってましたけど、ねえ、魚ならいろいろいるじゃないですかね、なんかね。魚が結構先走ってるんで、うん。モモ。うん。まあ、現実でもいそうだよね。いたことあるのかな。それでこれ念願のね、モリモリガリクソンつけました。スカイデスマザーの子供ですね。ガリクソンさんのお母さんであるスカイデスマザーのね、子供なんで。まあね、ガリガリガリクソンさんもね、謹慎から復帰してね、まあ冴えませんけど、なんかツイッターでもね、頑張ってるみたいで、ね。ただ、なんか復帰会見ですか、あれ、なんか、ちょっと勘違いしてるなということを言ってましたよね。うん。もうちょっと真摯に謝ってからね、活動してほしかったんだけどね、うん。応援してただけに、あの会見は残念でしたね。うん。モリモリガリクソン、頑張ってもらいましょう。これ走ると思います。はい。まあ、そして現在もうね、25分ぐらい経ってるんでしょ。全然進んでませんけど、まあ進めていきましょう。30分ぐらいでね、やめないといけないんで、ね。イベントってどれやったっけ？パッドボタン、これ間違えたらね、録画切れるんでね。パッドボタンだよね、イベントね。はい。青い弾が強えな。さて、どんどん進めていきましょう。はい。クールビーティ1番人気。まあ、このまま万世なんでね。はい。チコチコタックとかいるんでね、懐かしいですね。ちょっと内から、インから。チコチコタック強えよな。G1 馬ですからね、ティコティコタックもね、サッカーボーイ3区のね。ちょっとごめんなさい、カメラワークミスってるね。オーストから技巧ジャーマン、これ、僕のクラブの馬じゃないですかね、ひょっとしたら。クラブの馬で、なかなか重賞勝つの難しいですからね。頑張ってくれました、技巧ジャーマン。オペラハウス3区か。あ、技巧見せ、あ、爽快早秀。こんな可愛らしい子供なんだ。子供いたんやな、俺に。早秀。あ、お母さんそんな格好してたかんわ。いつまでその格好続けるんだよ、お前。マヤさんね。はい。子供もその格好見たらなんか恥ずかしいと思うんだけどな。うん、技巧見せ脇。これクラブの前じゃないの？違うのかな。ちょっと見ましょうかね。はい。名前つけるの忘れてたってやつですかね、ひょっとしたら。ニコミスワキ、うん、ちょっとこれ刺されるな。粘ってくれ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 、差し返せ差し返せ、差し返したんちゃう。どっちですかね。ただあまり強くないな、これまだ。早秀がね、応援してたみたいだけど、これまぁちょっとな。あ、勝ちましたね。甲賀ジョッキーっていうのが、ちょっと見たことないけどね。あまり知らないね、この顔はね。視線で大丈夫かな。あ、でも、このコメントは結構強いよね。早秀も見る目があったなと。ね、将来何になるんだろうね。ジョッキーになってほしいんだけどね。リーダーも当たりはネクストでいっか。ね、3着。
まあ、新座記念楽しみですね。建築士とマジョリティがやっぱり強いと思うんだよね、この場ね。スーパー出来すぎの子供で、まあ、能力スピード A ですからね。まあ、早熟なのが残念なんですけどね。建築士もそこそこ能力あると思うんだけど、まあ、成長型は遅めなんでね、これからですね。はい。だからな、これ今 PC 故障中でね、まあかなり時間かかりそうなんで、まあ、しばらく2016もやるのかな、どうしようかな、本当に迷いますね。イベントと、ただ青い弾丸のね、海外挑戦っていうのはやっぱり見たいよね。ぜひともね、凱旋門賞とね、キングジョージ取りたいんでね。まあ、ただね、これ2016はエンディングもう見たんで、次の目標っていうことになってくると何があるかな。やっぱり欧州三冠とか取ってないからね。まずはシンクリでもね、欧州三冠目指したいし、ね、自家製サンバーで欧州三冠馬作りたいとか言ってたけど、全然ね、作れそうにないんで。シーズバーで欧州参加でもいいよね。マジョリティ一番人気。これマジョリティかなり走るんじゃないの？距離持つのであれば、この馬も欧州行かせたいよね。まあ、阪神ジェネラルフィリーズ負けたんですよね、この馬ね。マジョリティ先頭。あ、建築士も来い。ワンツー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 だよ、ワンツー。なんだ、白い星。マジョリティ1着ですね。2着ビッグバースト。ビッグバーストっていうのは架空馬かな。マジョリティもこの競馬だったらそんな強くないのかな。まあ、スーパーできすぎ3区だからね。まあ、そこまで強い馬ではないのかもしれない。まあ、でも G1 級ですよ。まあ、国内牝馬三冠とか取ってるんで、ね、欧州牝馬三冠ありましたっけ、なんか。まあ、ちょっと調べとかないといけないな。これネクストでいきます。まあ、おかゆちゃんとかランスロットもね、名前いただいた名前だと思うんで。あ、ファービラリスとかもね、綺麗な名前ですよね。マックイン3区だ。あ、ただ番宣なんで、これまだやな。アメージング楽しみやね。これはね、オグリキャップ3区なんで、これ超期待です。プライムステージの子供やね。あ、静香ちゃんね。まあ、なかなか可愛らしいね。こんな可愛い娘がいたら育て方わからんよね。さて、なんだっけ、何しようと思ったそう、マジョリティをね、放牧出した方がいいかな、これな。まあ、ただ全然疲れてないね。ちょっとレースなんか出そうか。まあ、キサラギ賞あたり出しますかね。はい、風に吹かれてとか懐かしいよね。サニー・ブライアン3区だよね。サニー・ブライアンで一番走った馬かな。風に吹かれてって。なんかいたかな、他にもね。重賞勝った馬。ロープシーバーがね、これ、ね、ジュベナルフィーズ勝ったんだよね。このままスピード D なんだよね。ちょっと放牧出しましょう、このままね。はい。ウィーポもね、2019はどうなりますかね。出ますかね、待望のウィニングポスト9。ね、期待してますけどね。まあ、この2018がね、総体、え？ごめんなさい。全然出てこないね。ごめんなさい、なんか。寝ぼけてんのかな。ごめんなさいね。さて、ファービラリス2番人気。
まあ、これ番宣なんでね、これまあちょっと見ようかね。ああでも強いね、持ったままじゃん、ね、粘ってくれ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 。あこれ強いねやっぱりね。うん、マクイーン3区でスプリント戦走るっていうのはね、スピードありますよ。物が違うファービラリス。ダートバーこの馬。兼用かな。あ、スカイデスマザーの子供なんやね、この馬ね。はい。緑川くんか。あ、ちょっとコメント聞くの。忘れてしまいましたね。ごめんなさいね。ファイティングや。これネクストで行こう。うん。ナイトブグラム期待したけど、ちょっと厳しいですね、これはね。はい。さて、アメージング一番人気。これ期待だよ。エビモ・ブライアンね。ヤマニン・リスペクト、マンハッタン・カフェ。マンハッタン・カフェが出てきたよ。まだ条件クラス、この馬。タップダンスシチンもおるよね。これかなり強敵ですね。ハンデ57キロっていうのはちょっと重いかもしれないね。さて、タップダンスシチン後ろにおるね。でも、アメージング。ダントフレームよりもアメージング。粘ってくれ粘ってくれ。強いね、アメージングね。うん。内からすごい足できた。山根にリスペクト。うーわーすごい。マンカフェ内から、外から何このアグネス。外からアグネス来てたよね。マンカフェが勝ったんだ。あ、ごめんなさい。エリモブライアンね。アグネスじゃないね。いや。乾杯やな。乾杯ってこともないけど。惜しいね。まあ、マンカフェはね、あの、コバになってからね、ハルテンカッツマだから、ね。まあ、チャンピオン級の馬ですからね。さて、ヒゴボックスのね、初 G1 撮りですね。今回ここまでで終了させ、下待っててくださいね。終了させましょうかね。はい。あ、建築士あたりもまた出るの。出しましょうかね。いや、バレシューズ距離持つの？持つんですね。出しましょうね。はい。ストレートハート。これダメだね。よし。あ、ちょっと待て。あ、まあ、いいです。はいはいはい。金の守りじゃなくてよかったね。赤い守りならいくらでも、まあ、あるからね。ネクスト。さて、ヒオモックス一番人気ですね。うん、強い相手もいるんじゃないでしょうか。2番人気、ハイフレンドピュア。しませんね。そんな強い馬いないのかな。ボナンザローマンっていうのはちょっと聞いたことあるかな。3番人気、インテリパワー。まあ、インテリパワーぐらいだったら、勝てるでしょう、これ。ね、初 G1 ゲットだよ。武豊ジョッキー鞍上でね、ヒオモックス。ね、モッコスというラーメン屋があってね、いつもこの話してましたよね。懐かしいな。モッコスのラーメンの話、毎度してたな。あ、これ干渉ですね。よーし。よーし。やっぱ強いわ。ダート戦線行かせた方がいいかもですね。ヒゴモッコスはね。うん。この後、フェブラリーステークスから、まあ、よく、ね、招待されたね、ドバイワールドカップ行かせたいですね。はい。ヒゴモッコスはスピード A でしたっけね。さて、建築士もね、前走いい競馬しましたからね。あ、でもチアーズ・シュタルクとか懐かしいよな。うん、まあ、ここは勝ってもおかしくないね。うちからこれ勝ったでしょ。なかなかいい競馬。あ、外に出したね。さて、先頭粘ってくれ粘ってくれ。このまま走り寄るな、建築士もね。うん、強いわ。あ、これクラシックに乗ってくるよ。うん。これ走るわ。ピルサドスキー3区でしたっけ、確か。あ、これ渋い前な。ねえ、建築士。うん。まあ、ちょっと放牧出さないといけませんね、建築士はね。うん。
さてバレシウスあたりもねまだ現役なんですよね。これはもう G1 2勝ぐらいしてるんですけど、 G1 優勝目指してね、殿堂入り目指して頑張ってほしいなと。今までマイル路線ね集中的に行かせましたけど、 2200m も持つと。アメリカンボス懐かしいね。うん、マンハッタンカフェとねアメリカンボスで決まった有馬記念、あれ2001年かね。あ、きついきつい、これは。あ、でもホットシークレットとかも懐かしいよね。有馬記念逃げ宣言しておきながら出遅れるっていうね。クールビューティーや2着ですね、バレシウスね。うん、ワンツーフィニッシュ。うん、やっぱりバレシウスはマイルかな。うん、アジアマイルチャレンジ今年も狙わせましょうか。これマイクどうですかね、ちょっと音割れしてますかね。うん、マイクがな、うん、難しいよね。うん、マイクを変えればいいのかね。あのオーディオインターフェースとかあるじゃないですか。まあ、ただ PS4 でこれやってるんでね、オーディオインターフェースとかさせないだろうし、ね、マイク、あ何それギコーの負債が1億円超え、まずい状況です。俺がいくらでも金出すよ、そんな10億円ぐらいさ余裕であるんだから俺に言ってくれよね。えアリス・リードちゃんですよね。アリス・リードちゃんがお金ないのって言ってきてくれたらいくらでも出すよ俺は。うん、というわけで今回ねこれで終了しましょうかね。まあ続きやるか分かりませんけど、まあパソコンがねあの遅くなるようだったらもうこの続きねちょっとやっていきたいんで、はい。まあ、予測の方もね、あの懐けば炎の5番勝負の方もひょっとしたらウィポ実況でねやるかもしれません。はい。うん、お流れになるよりはねやっぱりウィポ実況の中でやった方がいいと思うんでね、はい。それでは今回ねこれで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。